とこ。まずは、まあ今日今回の世代交代、ナンバー私は携帯作戦ですの何お題が、前の人が考えた前セリフを言うのと次の人の前セリフを考えるなんですけど。これはあのね、先に考えることにしました。はい、今喉がさ起きてちょっとやからさ、風船噛まないでもういいや。メモ取ろう。考えるから、あれをセリフを。まずは、まあ一旦考えようか。どこに書こうかな。これいや。今喉終わってるからさ。あとシンプルに雨が何回も痛くないだけ。こんな朝からさ。恥ずかしすぎるマジで。まあ次もうやっていいか次の人。人がじゃん若たんです。はい若たんなんやけど難しいね。どの調子悪い人、あじゃああやみはシンプルに朝やからこれはもういつもマジ若たん、そう若たん、なんだけどなんかもうあえてプリップリのやつやってみようかなって。
どうしよう、考えるのむずい。なボイセリフ言ったこともないしさ、バカがあんたのことしか見てないのきさやば。まずどんな感じにしよう。ツリーどうしようかな、またそんな感じ、そんな感じ、いいね、ほんまにすごいな。マジで考えるとか人生で初めてよ、人の萌えゼリフ。気持ちを分かってほしい。いつも言ってる。分かったの、救急車のお姉さんがマジですか。ああ。あ、薄い。あー、ミスターちょっとか考える。これは面白いですね。じゃん、できた。あ、ちょっとバランス悪い。すごい。マジで絶対言われへん、あやみは。ちょっとニヤニヤする。これですね。はい、わかります。あなたにすごく頑張っていけばいいから人の声してです。はい、これです。これを若さんが言ってる、なんか可愛いな。若さんを吠えさせる。あみはマナミンが意外と優しくてか嬉しかった。もっとさ、すごいの来るかなって思った。まだみんなから。薬飲みます、ね、すいません、保湿です。みんな見られちゃった年齢、年相をやって考えて嬉しいね。じゃあ、あみもさ、ちょっと学校
なんていうん、学校っぽい感じやったからさ、面白かった。ちょっとすごいマイセリフ考えてるのに面白いとかあるんやな、すごい自分が言うやつちょっとこれツイッターにもあげたいから、もうちょっと綺麗か。あ、ゼリフ、セリフってこれ伝えなかった。 OK で、何だっけ、あ、何だっけあ、OK OK OK。またミスったはん。わかって書こうとしたらかって書しそう。何、え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 、だからちゃんと関西弁で言ってほしいな。でも面白いですね。来ました。豆すごいな君。普段言うキャラじゃない人が言ってるんだ。そうずっと見えるんですよね。ね。面白いね本当に。会話すごくあなたに気分。だからみんなで考えるのがいいね。そうファンの方もさ、充電がないんだ。あれまた今日もさ充電さすの忘れてた。ええ、ちょっと待ってね。
ちは。ちょっと移動行こう。すごい止まってた。メディフェってとこはバラケの街見に来るだろう。わお、今日の夜やからそうやな。え、あれ違う違う、今日スライコータや。じゃああれや、ゆかたんあれちゃう、お話し会中かな、配信見てるかもな。風車看板じゃないで、あいじゃ。そうや、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 今日無理じゃん。あ、でもあれやな、他の10人には見られるね。アミが考えた萌え台詞を言ってくれてるところ。楽しみ。本人そこにおるしな、しかてか、ずっと豆が上に乗ってるカーテンとかの棒降りた。すげえかっこいい。ストループ、あ、そう、充電ね。お、131行った。ちょっとやばい、また止まってた。こうやったら昆虫もおじるじゃん。あー、自己紹介の時とか。家帰ってからするのかな。家帰ってからはさ、あ、でも分かったんできんのか。でも親に見られるって恥ずかしくない、ちょっと。みんな結構さ、公園のあれでやってるよね。じゃあちょっと待ってね、準備するか。豆消えた、急に消えたな。って風船。ごまさん。あ、麦が来た。入れ替わりせいなのかな、この部屋。よし、前髪な、伸びたな、だいぶ。外人気ね、そろそろ燃えないと。ありがとうございます。コメントがやってくる、コメントであれが何
もうセリフが方言ダメしよ、方言がひどい、今日は爆発してるね。よし、どうしよう、何に、何て言えばいいんやろこれ。そのさ、まなみんが一応まるまるにはしてくれてんねんけど、まなみんって言おうかな。あなたでいいや、あなた難しいかな。じゃあなたでしますね。マナミンバージョンも言うから。金子君どっちかしか、そっち、それな。麦ちゃんもセーフ、ウイちゃんにゃーにゃー言ってくれるかな。まるまるは自分で考えて、なるほどね、うんとか見つけてもいい。やばい、二平くん、二平くんにする、二平くんとあなたの二パターンにしようか。なんでこれあるのやろ、誰かのいる人の名前、マネージャーさんとかめっちゃ、はい、とりあえず一旦あなたよ、でまなみ、まなみの、まなみくん、まなみくんってなんかかっこいいな、まなみちゃんもかっこいいし、まなみくんもかっこいい、とりあえず二平さんかっこいいってことですね。はい、よし、まずはあなた、なんだっけ。ちょっとセリフ、セリフ、あった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 、ちょっと動かないで。嘘よ、あやみな、まだあなたと話してたいねんけど、一緒に遠回りして帰らへん。はい、カット。でこれやってほしい。な、あのさ、夜やったらさ、今日世代交代前夜公演やったからさ、セラー服で言えたのに、朝やからしゃあないな。ちょっとさすがに学校のやつ来たら。僕は二平です、やばい。じゃあ二平さんバージョン言おうか。どこ、あ、あった、いきます、これ、これ二平さんとこに誰か送ってほしい。X いきます、あやみな、まだまなみんと話せたいねんけど、一緒に泊まりして帰らへん。帰ろう、まなみん、まなみん一緒にお家帰ろう。うん、イエス、10キロ歩く、やばい。それはやばい、2ヘズル。2ヘさん考えてくれたから、いや、ありがとうございました。あ、時間もちょうどいいですね。あ、みいつもさ、多分あれやんな、一回切ってないよな、いつも普通配信するとき、はいはい、一緒に遠回りしよう。や、やばい、すごっ、すごいね、天才が夜、いつも来てない、いつも来てないよな、じゃあ切らないです。壇上も多分一緒やんな、
みっけ。はい、じゃあ5分経ったら、あと5分経ったら、ちょっとまわかったのやつこれか、デコレーションしとこいった、ささくれ、ささくれマジで痛い時あるんですよね、わかる。ちょっと蛍光ペンやけど萌え萌えキュー、黄色めっちゃ光るタイプしかない。ザ蛍光、緑どこ行った、あった、あ、黄色見えな今日の夕方には若田がこれ言ってると思ったらちょっと面白いな。ラブレター風にするか、これ面白い、ほんまにマジで考えんのは楽しいな、You nobody has it。濃い方が分かりやすい、ね、何持ってきたの、発泡スチロール可愛い手みたいな、ちょっともう毛いいか、まあいいや、これを囲みましょう、こっちでいいや、今すごく可愛くなってきてるかもしれよし、そしたらこれをたさらに、あれ全部変わった、すごいよ、かわいいマジで、ドキドキしちゃうかもね、
ケー、じゃん、めっちゃ可愛くできた。手紙っぽく、なんていうの、プレゼントっぽくして、プレゼント萌え台詞のプレゼント、じゃん、できたよ。はい、ではナンバー対しようへ、ナンバー対しようけ大作戦終わり待って、変なとこで閉じちゃった。メイくんかわいい、すっごくなんだ、そう、すっごく、ちょっと、あ、ほんとだ、膝枕のところをてんてん膝枕みたいな感じで、おもてなしみたいな感じでしようと思ったんやけど、ちょっとそれはなんかっぽくないなって思って、なんかな、ナチュラルな感じにした、あ、もう変わってしたかったから、それやめたいけど、ちょっと甘えてる感じやけど、やから膝枕は、まあ、なんかちゃうなと思って変えた。ああ、なんか入ってる、まつげだ、ん？オッケーどこ行った？こうやな。で、あ、こんなに、こんなかかったかな。あれれ、なくなっちゃった。ちょ、早くしないとまた昨日みたいになる。一旦調べよう。めっちゃ進んでた。調べながらも一応12月3日、じゅじゅ、うん、もう1ヶ月経ったんや、あゆみがせ大丈夫、変えて、よし、レスピ液塗ろ、乳液です、
ニューギガになること、ニューキューになることによって化粧が浸透しやすくなる。ううもうちょっと、間違えた。間違えた。私は靴下が知りたい。あ、タイツか。どんなメイクですか。うわ、持ってないな、これ。このここのやつアップくれ、ヤフーに。あ、やY の方が画像は見やすいね。いや、なんでY。そう、とりあえずベースメイクを先やっちゃう。よし、こっちだ。正解じゃない、こっちでした。よし、はい、叩き込む。ダッシュなのでね、ダッシュですね、ダッシュなの。まあ髪型は今日はあんまりっぽいのねで、あんまり凝らなくてもいいので、てか凝れないので、あ、時間の問題とかじゃないよ、今日やるやつがね。そう、今日魔術科学園なんですけどね、まあ、みんな知ってると思う。抜けた、ここじゃない。コンディション、お、続いて、あ、下地が、あ、あ、違う、ちょっとファンデーション、ファンデーション、
ファンデーション。続いてコンシーラーとおコーナー、おコーナーやばい、おコーナーを取りに行かないと。まあ、違う。で、どんな感じやろ。あ、全然濃くないね。メイクはあんま濃くないから。あれとして、ちょっと一回コンシーラーたち取ってくる。バイバイ。一緒でも持ってくるね。よし、ただいまです。今時風になるかもしれへん。どこになると思った？オッケー。今日はいつもと違うコーナーだよ。ごめんね、マジでちょっと急ぎすぎて全然コメント見てないかも。ごめん、ごめんなさい。メイクはね、正味ナンバーついてからでもできるんですよね。だからベースメイクはもう完成。だから、まあ、必要そうなものもっていうか、よいしょ、これも必須。この中でピンクかな、まあ、若干ピンクっぽいな。ライン
ハイライト、一応茶色持ってて、こうキラキラグリグリッターなんかつけたらあかん。グリッターなんかこの時期みんなつけてない。んで、マスカラは？マスカラどこ行ったん？あった。これ。ダイナイク、ダイナイクか、ヒミチュウ。出ないよね。ビラ消えた。ピエーン。口ビラ。オッケー。いいんじゃないの？ベースメイクは。ビューラーどこ行った？悲しい。てか今日の服やったらさ、外出てもあんまりバレなさそうやな。バレないっていうか変じゃなさそうやけど、なんでこんな土平日に、あ、違う違う、土休日に制服着てんねんとはなる。誰かに、あ、もうママの借りよ。じゃあマジでこんな歌ってたらまだ、毛がついた。普通に質問されるけど、かもそんな昼間あ、コスプレですっていう。ごめんなさい、コスプレです。え、もう一人じゃないからな。みんないるから、キウキの子たちと。あとで買いに行くとして、ね、怒ってるって。それなの？私それなの？まあどうかわかんないけどね。さっねえ聞いて、今日さ、今日さ、今日さ、昨日でした、ごめんなさい。昨日ね、まあテレビ見てたん、なんか音楽番組の、そしたらね、アルシャンが出てたんだ。マジで、しかもさ、実写やってんで、こんなテレビでさ無料で実写なんか見ていいのって思ってしまう。ライブとかやったらさ、そのまあちゃんと隠してんねん、その何、いつもの演出で、いつもの演出の感じで隠してんねんけど、なんかそう、光、逆光みたいな光で、マジでかっこよかった。もうロングだったんだよ、ロング初めて見たかもしらん。
生なんて実写は。あって、あトカちゃんかわいい。これは違うけどかわいい。でめっちゃかわいくない、ブリブリピンクだらけなんだけど、これ私が私の推しなんですけど、これが一番好きなんです、推しの絵で絵柄。あ、こんなとこに有線が入ってる。あっ違いますね。今日はリュックで行こうと思います。荷物が多いので。黄色いポーチあった。どうやって持ってこうこれしかないよな、エミ今土はなくなっちゃった。これさ、こちらですね。こちらあのいろんな白が入っております。これちょっと見せたらアウトなんですけど、まあ、一番最初開いたらビッツさんの処理、あの処理紙じゃないわ、資料です。瀬戸利みたいな。これはマジで見せたらあかん、怒られちゃう。と三脚も必要だね。あみ見てこれ、アミタンがくれてん、ラブ。アミちゃん、あのアミちゃんが好きな、好きって言ってたキャラ出たからあげるね。大好きアミ、もうラブすぎる。ラブ度増しました、増し増しです。してお財布もポイ、でこの子をどうするか。あっちにでもキャップあった気がするな。私今日もこれで行こう。いやあかん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 、肩つく肩つく、ダメダメ、そうよくないよ。えみちゃんやめるね、ごめんね。前髪くん、前髪くんなんや。はい、あとずっとコメント止まってんねんな。ちょっと整う時間最近すぎて、え、それなー、やばい、もう整う時間かっこいい、もう最高すぎる。ちょっとさ、もうアレンジしてるのもさ、いいよね。マジでかっこいい。ひろあか、あ、そう、ひろあか秘密資料ひろあかに入れてる。もう B2 のアドバイでも OK。 そう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 、もう B2 の資料持ってますっていうのも、もう皆さんが逆に持ってないとおかしいです、私。誰と会話してる？マジでそれはほんまに言わないで。あのどんな会話してても絶対私は一人で喋ってるから。そう、コメントとかもありますけど、その絵面だけ見たら私一人で喋ってる人になるんよな。写真、写真一枚写真撮られたらただの変な人。いえ、
これこれいる、これ前髪が綺麗になりましたね。自分こんなこんなよりもっとひどいかもしれん。学校よりテンションバグってるもん。学校ほんまに誰やねんって思われそう。そのキウキのみんなとかファンの方見られたキヌガサエミじゃない、キヌガサエミが俺二重人格かな。でもちゃんと記憶あるもんな。ちょっと着替えようかな。闇1時間ってそうちゃんと配信できてるな。どういうことっちゃ。今日はタイツ履いていくから、まあ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 みーやちょっと一瞬登場しとこ。今声の準備もしなあかんのか、痛い。最近ね、最近って言っても2ヶ月ぐらい前か、8期生さんの密着動画を見返してたんですよ私。まあ歌審査ぐらいのとこで、まあ、まあ皆さんいろんな歌ってはったじゃないですか。で黒島さくらさんが歌ってはった曲が、あゆみも大好きな曲やって、それに最近気づい、それ歌ってることに最近気づいて、立ってはったことに気づいて、下げました。あ、ビューラーミッケ。入れよう、っていうただの私が湧いたっていう話です。公演劇場公演3連敗です。劇場公演11連中です。11連出演中です。あ、今日で11連、今日で11、うん、今度一緒に来る。そうなんですよ、嬉しいね。ヘルソー、よし。しかも私なんて言うの、まあまあ言っちゃうんですけど、あ、待って、これとこれが着替え。
ラジオ読みます、いきます。13位、おでん屋さんありがとうございます。12位世紀さんありがとうございます。11位塩麹さんありがとうございます。10位スノーさんありがとうございます。9位ひとみさんありがとうございます。8位よむくんありがとうございます。7位ニコニコさんありがとうございます。6位とっといたろさんありがとうございます。5位やしちさんありがとうございます。4位たかもささんありがとうございます。3位かるちゃんさんありがとうございます。2位りなちゃんありがとうございます。1位けんちゃんありがとうございます。ありがとうございました。あとだね、あと、え、なんか10位から7位よりそうになってたから変なのって思って自分ではちょっとギフト見ますね。ハートとラブレターと氷結晶かだるま、雪だるま、ありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。では今日はお話し会と講演があるのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバーイ。